ミュンヘン国立歌劇場でのバイエルン国立歌劇場管弦楽団の無料コンサートオパーフィアーレでのトスカの上演ミュンヘン国立歌劇場内部ミュンヘンオペラフェスティバルはドイツのミュンヘンで行われるオペラ音楽祭。毎年6月から7月にかけてバイエルン国立歌劇場とバイエルン国立バレエによって30以上のオペラ、声楽リサイタル、オーケストラコンサート、 バレエが行われる。会場は、ミュンヘン国立劇場、ルイトポルト王ジ劇場、キュビリエ劇場、パビリオン21オッペラスペース、諸星人宮廷協会、ノイエピナコテイク、ブラントホールスト美術館である。またマックス・ヨーゼフ広場では、オバー・フュアーレという無料コンサートシリーズも行われ、2010年には12000人の監修を集めた。1875年に、 ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのオペラと、リハルト・ワーグナーの楽劇、並びに戦後には、リハルト・シュトラウスのオペラを上演するための音楽祭として発足。この試みは成功し、年々規模は拡大して、世紀の変わり目には、市民の要求を満たすため、芸術を愛好する、ルイトポルトセッショ生王子により、ルイトポルト王子劇場が建設された。年月日に、 ニュルンベルクのマイスタージンガーで、コケラ落としが行われ、オペラフェスティバルの黄金時代の幕が開いた。パビリオン21オパーフュアレ。ありがとうございます。